本堂夫妻寺は、新潟県村上市、大場沢にある、総東州の寺院。三号は、大葉山。本尊は、おくるみ、村上出身の戦国武将の相川清長の、菩提寺であり、相川氏が居城とした、新潟県指定有形文化財である大場、沢城跡の麓にある。創建は大英7年。本堂には、村上出身の絵師であり、 村上追手の発展に大きく寄与した、アリーソ周祭の作とされる、合計12枚の天井絵図が創刊である。明王七年村上にある広雲寺の、第八世、片強宗と和尚が不妻寺に入寺。村上出身の戦国武将である、相川信濃守清長により、回帰され、道省により、大英七年に創建された。なお、相川信濃守清長の菩提寺でもある。 慶長三年、上杉氏が豊臣秀吉の命により、合図に転望され、相川氏も上杉氏に伴って合図に移ったため、大場沢城は廃城となった。夫妻時代四世住職であるア安州門尾将から、第九世、名山薫鉄尾将に至るまで夫妻時の松寺十三、家事を解散され、江戸時代にはこの地方の中本近くの寺であった。第五年安国。 森安を将により、山形県鶴岡市にある天沢寺を解散に、改役となり、堺市に預けられた際、堺市は、丸岡城に、加藤忠宏の館などを作り居住させたが、その折に父である、加藤清正の遺骨を持ち帰り後に、同天沢寺に、五輪塔を建立、供養していたと伝わる。後の昭和十八年度五輪塔と丸岡城が、 山形県指定文化財に指定され、大正期より、天沢寺において、毎年、加藤清正の命日にあたる7月24日前後に、清正交際が取り行われる。最近では、天沢寺住職である、正治良縁和尚と信仰のある、夫妻時代33世各一角隆史王が、同地を訪れ、両和尚による、 清正公裁が港川寺鶴岡市長も同席するなど、盛大に行われた。村上主幹島に中雲寺解散。第六世位、両年堺悟和尚により過信法に対議事解散。第七世位、天末素流和尚が猿沢に、随雲寺、岩沢に、泉寺、宇野とろに、仏沢,沢寺、白王に、白樹寺を解散。 第八世海王アリケ尚が上野に明画寺を解散。第九世、名山薫鉄和尚が、馬下に、英徳寺、天神丘に、常栄寺、黒谷、徳造寺、草谷、神又寺を解散。1639年後古会の再出火、ガラン消室。安政三年七月五日には火災に遭い、文久三年三月第二十八世。 次回後順大王尚により再建されて、現在の本堂となる。1979年に、第33世各一角高志王賞が赴任。翌1980年より、各一角高志王賞自ら石を引き土を運び、植栽をして、約40年に及び整備が進められてきた。本堂を中心に前提と、正面階段の向かって、 右側の石組は木参道の両側、栗川側の土留めの石組、庭全体で1000トン近い石が配置され現在の形になっている。なお策定は、柴田市在住の庭市で、遠藤庭園創作所の所長である遠藤大地によって進められ、1980年から開始した庭づくりのすべてが手掛けられた。ありがとうございます。